よう、決着をつけようぞ、クラウドリー。裏切りの滞在人が敵地へノクノクと。お前への怒りと四種族への復讐心。しかも、俺は通る理由で魔法騎士どもを片っ端から縛りまくってたんだけど、なんたる不始末。わしは反対するんじゃ。こんな女は一刻も早く始末するべきだぞ。いい加減にしろ、チャンドラ。単純な要件さ。最高の。俺は魔人王になるために来た。魔人王になるのはこの俺だ。だから、なんでそう俺だけのけ者にするかな。この世にたった三人の兄弟だろ。そんなまるで魔人王の石なんてに興味はねえが、お前らが奪い合うのか。エスタロスさん、俺も混ぜてくれよ。お前生きていたか、いいやつ。エスタロスさん、メリオダス、あの人がメリオダスを一度殺した。でも不思議だわ、その前に一度どこかで会ったことがあるような。メリオダス、兄貴こそ元気そうじゃ。お前はエリザベス。きっとそのせいなのね。どうして私の名前は。その苦しみから救ってやる。あなたと会うのはこれが初めて。なぜ会合が聞いてね。私、昔のあなたに会ってきた。体は本当に大丈夫。やっぱり気が変わる。かわいそうに。俺は魔人王のイストリーゲームから降りる。なあ、本当は死ぬほどこんなことはしたくねえんだ。その代わりエリザベスを俺にくれよ。こりゃ都合がいい。そう、今更兄弟喧嘩をしに来たわけじゃない。その状況で戦えば、お前の魔眼の前にはどんな作戦も筒抜けだからな。あとはひたすらお前ら二人に隙ができるのを待った。エリザベスは誰にも渡さない。負けに無罪で欲張ってんじゃねえぞ。話はしなさら貴様だ。俺の意向を邪魔されてたまるか。怪人が勝つ瞬間を誰の。ようやく一つの復讐が果たされた。俺たち兄弟のもの。なんで被害者としてこんなの。お前はどういうつもりで俺たちの話を聞いてたんだ。三千年ぶりの外じゃ、いくとしばらくこの国を満喫して面白いよ。メリオダス、この間諦めた別人。自分の命より大切なものを奪われちゃう。メリオダス、もうやめて。これ以上続けたら。メリオダス、やめて。あんたは確かにあのメリオダスだ。どこまで傲慢で面白いやつなんだよ。まだ諦めやしねえ。いいやつだな。お前だけ本当のそれは兄者が認めても俺は認めんぞ。断じて認め。黙れ。メリオダス、貴様が魔人王の力を求める理由は所詮その女と自分にかけられた呪いを解くためだろう。そうそう。なあ、そのためそんなひれいことはなるべく避けた。動いてもいいけど、足の皮剥がれちゃ満足に戦えねえぞ。借り物の魔力を奪ったと。死ぬと言ったらおしまいなんだよ。黙れ。魔人王になるのはこの俺だ。三千年前、今の貴様には手に余る。努力するよ。どうりで俺たちの魔力回復に時間がかかるわけだ。